ちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日は、私がやってるアレンジ第2弾、うん、頭の形が綺麗に見えてこなれ感の出るポニーテールアレンジをやっています、うん、よかったら参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをつけます。分け目が出ないように表面を手ぐしでなじませてこのぐらいで取ります。髪を下に持ってくるとこのラインが隠れてくれます。一度ねじってからゴムで結びます。表面の部分にボリュームを出します。ここが隙間が埋まるぐらい髪の毛を出します。残りのサイドの髪の毛を後ろに持ってきてねじってゴムでゴムの上に振ります。逆サイドも同様にねじって髪の毛を結びます。残りの髪の毛を半分に分けて上で交差させて下で結びます。最後にくくったところのゴムの上の部分を軽くほぐします。ホリスティックキュアストレートを使います。毛束をこのぐらい取り毛先を外羽に巻いていきます。顔周りを外巻きに巻きます。もみあげの部分は内に巻きます。三角クリップを使います。ゴムの上の部分にヘアアクセをつけます。私がいつもやってる、ヘアアレンジ第2弾やってみました。トップの部分が、絶壁でペタッとなりやすい方に、私がそうなんですけど、ふわっと見えるポニーテールアレンジになりますので、よかったらぜひ参考にしてみてください。さよなら。